私のじゃない。向こう向いてごらん。こんな高価な翡翠の玉をお持ちきり。誰か、お前の真心が私に生きる喜びを与えてくれた。 花さんさん。虫様。マリア。いつの世も男は女を求め、女は男を求め。それで何事もなければ、この世は極楽なのだが。 いただいたこの翡翠の玉、松木の宝であります。死んでも離しません。身請けをしたら私の国諏訪に帰って幸せに暮らそう。もう少しの辛抱じゃ。あ、そうじゃ、お前確か松平忠輝様のことを尋ねておったな。はい、昔諏訪におりましたので。うん。 徳川家康様の子でありながら諏訪に流されたという気の毒なお方じゃ。忠輝様が何か姿を消されたそうじゃ。お姿をいつのことだんす。もう一月にもなるそうじゃ。良い音色じゃ。良い。左平次か。はい。忠輝の消息つかめたのか。いいえ、残念ながら忠輝様の噂は どこからも聞こえてまいりません。では何を知らせに参った。柳生十兵衛様でございます。何、あやつどこに来た。吉原でございます。十兵衛、柳生の里入り姿を消したのはやはり江戸に潜り込むためであったか。しかも江戸にして江戸にあります。 上様にすらこの伝とそこの不埒な吉原にでございます。父宗則の代より徳川に仕えしあやつ、あまりに多くを知りすぎている。今のうちに目はつまればならぬ。 吉原は徳川家康によって認められた江戸唯一の遊郭である。四方を幅5間の土偶、いわゆるお歯黒土偶に囲まれ、出入り口は正面の大門一つという砦のような造りをしていた。さすがは吉原一のお客さんよ。きれい。どこに待ってたんだい。どうじゃありません。戻ってくださいよ。すまんな、お前さんたちは。いやー、お強い。さすが柳生の若様ですな。何者だ？吉原総名主、京屋正左衛門でございます。おお、総名主。いかがです？若様のそのお体を私に預けてみては。車の用心棒になるというのか。とんでもない。気ままにお過ごしいただければ結構でございます。将軍家の指南の座を追われた八木重兵衛様を面倒見れるのはこの正左衛門しかおりません。面白そうだな。ひよかろう。高橋、俺にも一つだけ頼みたいことが。何でございます？浮橋の客になりたい。俺の名は10名、覚えておいてもらおうか。浮橋にありつつごひいきのほども。おう、ひいきにするとも。さあ、いっぱいやれ。どうした？俺の杯は受けられるんですか？中には中の作法があります。初回はお顔を合わすだけ。顔を合わすだけ冗談言うな。そんなものは省いちまいな。酒は飲めばいい。料理は食えばいいんだ。これは芋にも嫌われたなお芋だけではござんせんね。おい、待て。お、待ってくれ。そりゃねえだろう。浮橋、待て。浮橋、待て。待ちなって。なんだお前は。その女が惚れた男だ。はい、本当か。はい、コナさんはわちきの大将。振られて八つ当たりかいい男。金と力はなくれているかお主の名は黒和源之助だ。黒和ふざけた名前だ。聞いたこともねえ。お主の名は柳生十兵衛光義。柳生？おお、聞いたことはある。しかし聞くと見るとではあまり強そうではないな。俺に喧嘩を売る気か。喧嘩を売ってるのはお主の方だそれとも女のために命を懸けてみるか。この世には命の置き場所がねえんだな。惚れた女のために死ねりゃ本望さ。惚れた女のために死ねりゃ本望さ。松平忠照は諏訪より姿を消しておりました。アゲハのいい人が教えてくれたんだね。諏訪の日野商人でとってもいい人です。お前はそのお人に見受けされる身。無理に忍びの仕事をしなくてもいいのですよ姫。それよりも黒は玄之介を名乗るあの方がやはり。姫、玄之介を放っておいていいんですか？あの芋侍に殺されてしまいますよ。いいえ、殺されはしませぬ。決して殺されはしませぬ。さてどっちが強いかな。どっちがって旦那、天下無双の柳生十兵衛様ですね。かなう相手などいるはずが。お前らわからんだろうがな。黒羽様はすごい腕だ。負けるとは思わんがな。旦那、どうして黒羽源之助だなんてふざけた野郎の肩をお持ちになるんです。面白いご浪人様だからよ。蹴りついたら知らしてくれ。えっ。黒羽源之助、いや松平忠輝、死んではなりませぬ。お主の命は私が。今日のところの勝負は私にお預けください。どちらが傷ついてもこの世の損失でございます。さすがだな。色男は取り消しておこう。剣の流儀は実行流だ。どうですか、ご一緒に。温かいもんだもん。いや、やめとこう。眠くなった。それに女が待っているからな。俺は一杯やって帰る。十兵衛と五分の勝負をするとは一体何者でしょう。どこかで見たことが。松平忠輝様、元締め、この吉原ってとこは全くわけのわからんとこだな。黒羽源之助もわからんが、あの浮足って女も得体が知れん。なぜ惚れた男の命を狙うんだ？ご覧になりましたか。あの女はお命をもう半月も狙っております。半月も？はい。でも源様は浮橋を焚く時も寝ている時も、まるで獣が天変地異を予知するように隙を見せません。だろうな。あの男の剣気の流れに身を任せた動きは一分の隙もない。恐るべき使い手だ。教えてもらおうか、あの男の正体。知りません。知ってることは十兵衛様、あなたと同じあの方にもこの世に去る場所がないということだけでございます。そういうものに安住の地を与えるのがこの吉原ということだ。このたちの一日はまず風呂へ入ることから始まる。お前は風呂へ入らんのか？入りますって。でも私はこの女は島湯に一人でゆるりと入るのが好きなんです。あら、いい男ごひいきにね。妙な女だな。左の番所には名手の役人が詰めていますが、こちらは形ばかり。中のものの仕切りは右の村番所であちらが詰めて行っています。さあどうぞ。こっちはもっぱら町の者が来るチャンスだよ。バカと突っ張ったんじゃないよ。相変わらず威勢のいい娘だな。こりゃあ娘がどんな早々を。うちの客人になられた十兵衛様だ。あ、そうでございますか。そうなんですか、あのお客様で。うん、わびはすい。いや、いいんだいいんだ。俺がポケット使ったのは事実だからな。ごめんなさい。何？玉取も吉原にいるだと？おいら浮き足の世話になり居候を続けております。どういうつもりだ？世の叔父上ともあろう人だ。いず、このままでは恥を天下にさらすことになるぞ。ご安心ください。すでに手は打ってございます。あの横髪破りで放っておけばどのようなことをしでかすかわからん。遠慮無用じゃ。まして吉原には柳生十兵衛もいるのだ。はい。万一忠輝様と十兵衛が手を組んだりしましたら、ご正道も歪みましょう。はい。そのようなことになってはならず。いず、どのような手を打ったのかは知らぬが、忠輝の始末急げ。出たものか。お腰のものをお預かりいたします。おいでくださいまし。主様、井出様、お久しぶりでございます。浮橋、お前の客になっている黒羽源之助と申す男、松平忠輝に間違いないとわしの手の者が知らせてきた。松平忠輝、どうりで腹が据わったりと思ったぜ。今一度お尋ねいたします。まこと父上は松平忠輝に斬られたのでございますか？浮足、わしはこの目でしか飛びたのじゃ。大阪へ向かう松平忠輝の軍勢の中で先陣を命じられたお前の父親早崎出雲守が逆らったのだ。父上の言い分が最もだったことは皆が認めてくれる。だが紛れもなく松平忠輝じゃ。見てねえ、嘘800並べおってなぜためらうのですか、姫。姫様は上様の応募にめでたく、今や大野家まで出世なされた方。今や嘘はおっしゃらないでしょう。丹波の山にこもり、生き残りの根室忍者から忍びの術を学んだ、あの8年の血のにじむような修行、お忘れになってるんですから。忘れるものですか。でもそれだけではありません。この吉原に身を沈めてからのただただ辛抱の日々、それもこれも全て殿のご無礼を晴らすため。それなのにどうして。迷っている。はい、忠輝様は一見傍若無人に見えながらまっすぐな優しい気性のお方。この半月ばかりの付き合いのうちに浮き始め、そのことに気づいた様子。とけ、まっすぐで優しい気性ゆえにこそご政道には邪魔なのじゃ。はっ、いいか、いけ。浮橋なる女を騙し抜き、せがしでもお命を奪わせるのじゃ。騙し抜いてお命を。じゃあ愛友の身辺を見張るために私も騙して。おいだ、おっ、貴様だ。あげよ。本気だったんだよ、私は。あんたの身請け話を本気にして姫からも足抜けのお許しをもらってたんだ。バカめ、遊女との口約束などその場限りと相場は決まっておろう。遊女で悪かったね。その遊女を騙して抱いたあんたは外道に戻るよ。許さない。姫を騙し抜くなって。すごい殺され方でした。アゲハはきっと松平忠輝をつけていたんです。そこで何かを見て口を封じられた。びっくりした忠輝。十兵衛様、お前たちは井手に騙されている。太陽の親父さんを殺したのは松平忠輝ではない。アゲハがつけていたのも忠輝ではない。井手丹後だ。井手丹後？井手様がアゲハを？どうしてそんな。井手様はアゲハを知らないはずなのに。いや、知っていた。八千石の旗本としてではなく、アゲハに身請け話を持ちかけた男としてだ。何ですって？そういえばあの子、死ぬまで離さないと言っていたあの翡翠の玉を紐を引きちぎって握りしめていました。そんな。俺が聞いた話をしよう。あんたの姉さんは早崎泉子さん、確かに松平忠輝に逆らった。このまま進めるのにございまする。指折り山を越えて早崎、わしにわしのというやつはときときかそう。陣営に参れ。お早崎にございまする。これが全てだ。井手丹後は松平忠輝の軍勢の中でただ一人加増された男だ。その裏側には間違いなく横上破りの忠輝を追い落とそうとする陰謀がある。それでは将軍様の跡目争いから忠輝様を外すために井手が忍びの黒桑衆を陣屋に引き込み一芝居仕組んだんだ。そして今もまたお前たちを騙し、吉原に罠を張り、さらにはアゲハを騙し、お前たちの同棲までに張っていた。そのアゲハが井手の手にかかってかわいそうに。ごめんよ。殿様、かわいそうなことしちまったな。アゲハは嘘もつけねえ。いい子だった。殿様、今までのご無礼、どうぞお許しくださいまし。おい、やめときな。それより、俺を殺すという目当てがなくなっちまったお前さんたち、これからどうする？わかりませぬ。なあみんな、この世に座る場所がねえという点じゃ、この俺も同じだ。十兵衛、浮橋、いっそ仲間になって一暴れしねえか。一暴れ？暴れ者としておくには知ったら面白いことができるかもしれない。私も賛成ですな。そういう面白いことするにはうってつけなのがこの吉原。浮橋、おめえたちな、その腹立ちを世間に叩きつけて少しはこの世を楽しいものにしようじゃないか。ああ、嬉しい。うんと暴れてやるわ、私。よろしくね、いい男。さしあたっていい例だな。裏にチーズがいるとなりゃ、そろそろおいでになる頃だな。いかがでございますか？まあ、この子に会うなんて、おみくじに当たったようなもんですよ。寄ってってくんなまし。主様、わちきは惚れやんした。なんと可愛がってくんなまし。おお、いいとも。嵐、もうちょっとちこうやれ。よいしょ。だがな、その前にちょいと聞かせてほしいことがあるんだ。なんぞでしょう。浮橋太夫の客で、古輪という浪人者がいるだ。いや、太夫のことを知りたければ太夫のお客になればいいざんしょ。嵐、そうすねるな。それ、こうしてやろう。なんでなんで勇者が男だったからって驚くことはねえだろ。白を黒と言いくるめて世間を騙してんのはてめえらのじゃないか。おい、アゲハの俺はたっぷりするから加藤しな。アゲハの仇？おう。なんだそれじゃ。俺は玄之介という俺は柳生一郎。俺たちは当分この吉原に投入する。この子じゃ逃げも隠れもしねえ。上様頭にそう伝えておくれよ。吉原を潰すやと。はい。いいぞ。忠輝と十兵衛が手を組んだは、それは容易ならぬことだ。しかし、吉原を潰して何とする。冥加金は日に100両、年に3万6千両も上がるのです。黒田殿、新しく作ればよいのでございます。いかなる手立てを持ってそのようなこと。恐れながら上様、それがし井出丹後が密かに集めし浪人者並びに黒桑村合わせて100名近くの手勢を揃えて襲いかかります。吉原伝土に火を放てば、いかに難攻不落を自慢しろと赤子の手をひねるごとくにございましょう。中に住まいよる女子供共に皆殺しにすると申すか。そこまで腹を決めませねば、忠輝様と十兵衛、そして京谷庄左衛門を抹殺することはできません。いいぞ。余はこの件については何も聞いてはおらぬ。よいな。何も聞いてはおらぬ。この花の吉原を火の海にしようって魂胆らしいが、そうはいかねえ。この柳生十兵衛、あいにくとここが大好きなんでな。相手はたった一人ぞ。眼下に揃えて白くいけ。前の騎士の形、改めて出せてもらうよ。アゲハの形もね。あんたたちここがどこだかわからないようだな。吉原と起きたことは表に伝わらねえ。吉原は江戸であって江戸じゃねえんだ。ここは地獄の一丁目だよ。黙れ、不正のやたらどもでネタやしにしてくれる。かかれ。このわしをお肉子様と呼んでおる。松平忠輝、いかにも悪名高き忠輝。人に嫌われることには慣れてるがよ、楽しくねえことだけは我慢できねえんだ。今日限りご覚悟になってもらいますよ。諦めたわけじゃねえんだ。そうかい。なんだろう、水取ってもいいんだよ。本当か？はい。お父さんからの差し入れだよ。おい。何怒ってんだよ。鈍いな、お前も。こうして、吉原の夜は何事もなかったかのように明けた。だが、玄之介と十兵衛、そして浮橋の前途に恐るべき暗雲が重く立ち込めているのは間違いのないことであった。黄昏を知らない人にいつからか泣いてしまい心の中の悲しい影をみんな気づいていない幸せを待ちきれない夜の真ん中あたり